結構このこういう、ツイッターでそう、パッと見複雑なこうパターニングを入れて、自然界には存在しないような複製ですね。これ普通の材料はこう横から押すと縦方向は伸びるんですけども、これは横から押すと縦も縮むっていう。でこういうものはその負のポアソン比というふうな特性を持っていて、自然界に存在しない特性なんですけど、こういうその特性を実際にコントロールして、こういう特性をうまく利用して製品設計をする。っていうものを、基本的な仕事としてはやらせていただいてます。でただ基本的にその一般的なお客様にこういったものを見せると、いやこれは作れないよねっていうふうにまず絶対一言目として言われて、で今は基本的にはその作れる制約の中でいかにこう性能を高めたりとか、コストを削減したりとかっていう、そういった設計を行っているっていうのは、基本的なそのお仕事の内容なんですけども、今回はもう完全にこのいかに複雑なものを制御するかっていうところに振り切ったプロジェクトになってて、それはある種初めてのプロジェクト、ほぼ初めてのプロジェクトなんですよね。でこういったその一般的なお客様と会話する中で、その作りの制約の部分をまず聞いて、そこに合わせていくっていうふうなところが基本なんですけど、今回はその作りの制約をいかに超えていくかっていうようなところの、やっぱディスカッションがものすごく面白い。